ホラポス、関西百名山、ワウワウ。おはようございます、皆さん。時刻は8時9分になりました。今日はここ、じゃん、和知駅。JR は和知駅までやってまいりました。和知。和知。今日はここから、関西百名山、久しぶり、はい、第78座、はい、長老ヶ岳に行こうと思っております。はい、わしが長老じゃ、地図はこんな感じですね。誰が長老じゃ。わしが長老じゃ。 Now here、はい、watch、 そしてここ、あ、こっち。どんな道で行くんですかね、ちょっとよくわかんないですけど、うん、まあ、何しかここが目的地ですね。はい、917メーターあるんですね。はい、とりあえずね、昨日大雨降ったんで、はい、まずは一番近い道で行ってみて、足元が良ければ周回コース、はい、悪ければもう速攻ピストンで帰ってこようかなというプランであります。はい、林道がね多いみたいなんで、はい、あの村岡に向けてのロード練習のためにテクテク走ってね、はい、行きたいと思っております。はい、それでは今日も元気で行ってみよう。あ、親玉、親玉は出番なし、出番なし。バイバーイ。行ってみよう。すごい眺めいいな。見渡す限りののどかやな。あ、ちょっとね、湿度が高くてじとっとしてるけどね、うん、新緑というかこの田んぼの色とかすごい目に眩しいね。時刻は9時5分、距離は 6.1 キロ。ここを右に取ります。はい、行ってみよう。終わりやろ絶対。よう頑張ったな。時刻は9時28分、距離は 8.5 キロ。まだや、あそこ行ってから言える。あそこに見えてもありました。お、はい、近づいてきましたよ。頑張りました。9時29分、距離は 8.6 キロ。はい、登山口までやってまいりました。ようこそ長老ヶ岳。バンバン、あそこ山頂ですね。はい、なんか4キロのコースらしいですね。神音見コース。うん、はい、現在地ここですね、鳥居の、はい、こういく感じですかね。はい、はい、じゃあちょっと準備したいと思います。ゴーゴーって流れる。ゴーゴーやで。やっぱりね、この辺もめっちゃ昨日雨降ったみたいですね。うん、我が豊中市ももう明け方目覚めるぐらい叩きつけるような雨やったもんね。うん、曇り空です。路面が濡れててめっちゃ滑ります。うん、どうですか、龍二さんは。うん、しんどいな。しんどい。しんどいです。
ほら。え？110分か。あら。恐ろしい。水量が増えすぎててもやばい。ないようにいくっていうのが大事ですかね。あそこにテープあります。フェンダーとかほとんど分かんないですね。完全浸水。めっちゃひんやり。完全浸水。もう諦めましょう。もう二人とも浸水してます。これはすごい。あそこに見えるわ、テープ。やばいな。すごいルートですね。ってことですね、はい、関西百名山にあるまじき跡をですね、だいぶ新しく倒れたんやろ、これなんか倒れました今っていう感じやもんね。だってザッポン。はい、その下から登ってきております。いやー、ね、とにかく道が不明瞭で、あそこは分かりやすくピンクのテープが木についてるんで、あ、ホッとしたって感じなんですけど、まあご覧の通り枯れ枝とかが多くって、やっぱり駐車場からね、あの向かう人が多いんでしょうか、我々みたいに駅から8キロアプローチで走ってくる、来てここの登山道をセレクトしたする人は少ないのかなというような印象です。すごい奥まったところにやってきたという印象であります。とりあえずこのテープを頼りに進んでみたいと思います。そうやな、ルートは右になってるわ。今はこのグリーンになってきた。なんかいかにもその人が通りましたっけ。なんかあの木の上にテープかかってんのかあの。行くんやったらもうその辺からしかないんちゃう。あ、歩きながら早い。いや、そこじゃなくてその上、こっちこっち。なんて？そこしかないんちゃう。ここはもう上上がるか。上上がる。これちょっと流れ早すぎるわ。まった、急上で、これ。あそこなんか岩みたいなとこ、なんかテープない？多分あの辺りやで、もう。
正規のルートは。大丈夫。うん。準備弁当あります。時刻は11時35分、距離は 12.2 キロ、うん、ちょっとようわからない場所なんですけど、うん、だいぶ消耗したんで、ここで一旦休憩を取って元気を出してからもう一回進みたいと思います。無事に山頂にたどり着けますように。いただきます。人気で弁当、アンドリューちゃんの、焼きおにぎりがどっかにあります。焼きおにぎり、ジュンちゃんジュンちゃんか、うん、はい、いっぱいあります、はい、いただきます。時刻は何時ですかね。11時52分。距離は 12.5 キロ。ちょっと残念なお知らせです。はい、我々はこの斜面を登ったり下ったりしながら、このよくわからない地点にたどり着いておりますが、はい、まだ上音海から半分弱ですかね、の地点までしか進んでいないということも完備しまして、この先のルートも全然わからないということも完備しまして、はい、ここから引き返すことに決めました。はい、とりあえず引き返して、また後日、今度は車でアプローチしたいと思います。引き返します。無事に降りれるように皆さん祈ってください。はい、自分で言うときないけどめっちゃ怖いな。あそこにもテープあるわ。あっちにするわ。やっぱりごめんなさい。やっぱりこっち無理やわ。すいません。こうやってみたら重いのか。流れが強すぎて怖い。いや、数年前まではね、きっとメジャーな登山道やったんやろうけど、ちょっとだいぶ廃れてますよね。まあその分自然は綺麗やけどね。取れたてって感じやな。むきたて。むきたてほやほや。はい。あ、4時間36分やて。時刻は12時46分。はい、距離は 14.2 キロ。はい、いや、たった6キロと思われへんほどの恐怖を味わいましたよ。うん、見てください。ようやく最初の林道に戻ってきました。うまい。ここね、さっきあそこ、あそこに降りてきて、って感じだったけど。いや、もうね、この時点でね、ちょっとうっすら思うべきやったんよね。うん、そうやな。もうね、いや、我ながらね、我々ながら英断やったと思いますよ。まあ、もしかしたらあのまま行ったらすぐやったんかもしれへん。それでもね、こうやって無事下山できたら次の挑戦ができるってことやからね。うん、また後日、はい、行きたいと思います。もうね、首都心地ですわ。
もうね、忘れてたような倒木がね、やっぱここってスタートしてすぐ地点やんか、うん、最初はね、あ、これさえ越えれば普通の道になる、という期待感でね、何の気にもせずに進んどったんやけどね、こう向きに帰っていくとね、え、まだこんなあったっけ、まだこんなに倒木あったっけって、もうなんかね、一つずつこう苦難を乗り越えてここに たどり着いたという印象であります。ようやく人里に降りてこれたなという安心感。せんでもええ苦難。いや、そう、こういうこともあるっちゅうことで山なんやからね。そうよ、でもね、無駄なとか思わへんよ。無事にね、挑戦して降りてこれたんやから、また挑戦したらいいっちゅうことよ。今日はこれで、あははっていう日だったね。うん、こっちのコースはおすすめしません。はい、帰ってきました、ここまで。はい、1時11分、15.7 キロ。はい。はい、日が高くなって非常に暑い。下り基調やからね、嬉しいね。めっちゃ田んぼです。リュウジ選手もややもすれば破れるんちゃうかというぐらいの半袖でここの辺の腕の傷とかね、見えるかな、これもうドロドロどんな遊び方してきたんやっていうぐらいお尻もドロドロまあとりあえず大した怪我はないということでよかったですはい、和知第二大橋を渡ります。はい、立派な橋ですね。はい、我々がゴーゴー鳴ってた川はここに注いでるんですかね足をつけた水はここに注いでるんでしょうか。せっかくね、ちょっと駅から1キロほど遠回りになるんですけども、せっかくなので道の駅に立ち寄ろうということで、はい、この道を通ってみました。ちょっと寄り道、ちょっと寄り道、今日の美味しいやってみようかな。はい、今日も大冒険やったね。もう大冒険やった。山頂踏まれへんかったのはちょっと残念やけどね。うん、時刻は14時50分。距離は25キロ。おい。おい。あゆの塩焼き食いましょうかね。おい。高いぞ。すごい動きだ、すごい動きだ。これどっちがどれで食べるんやろな。これついてるな、これついてるな、これ蹴りやすいとか、うん、すごいの、これ。結構かかったな、時間。そう、トロイニ、トロイニか、トロイニ、トロイニかこんなに来ると思ってないな。いただきます。すごい、こんなに垂れとったらこっから食べなかや。うん、おいしい。うん、女みたいな女、コキみたいな女、一緒に食べよう全部。うん、普段のんびりしたとこやから、そんなようさん来ること想定しないんやろ。うん、はい、すごい賑わってました。もうパフェとあれ頼むのにな、結構待ったよね。10分ぐらい待ったんちゃう。のんびり、これで一緒のようなやつやぶやったのがね、ちょっと予防にしとこ予防しとこ、ちょっと首棒の予防しとこ。イボミズさん、これイボが取れたらすごいねお前、俺前行くなかね。ここへ行くんや。すごい。直通通路やん。すごい。まさかの上から。
時刻は16時6分、距離は27キロ、はい、結構行きましたね、はい、我々はちょっとビールでも飲みたくってこの駅前を散策してみたんですが、1個もシャッター開いてませんでした。日曜日だから閉まってるんでしょうね。自販機すらないビールの、もうそれね、ジュースの自販機しかない、ね、ジュースいただきたいと思います。飲まんのかこの辺の人。酒屋に買いに行ってるんじゃないでしょうか。ということで今日はちょっといろいろハプニングがありましたが、リュウイさんに感想を聞いてみましょう。はい、撤退して正解や、はい、撤退して正解と言っております。おいおいおいって感じでしたね。これ あれ以上行くと危ない。危なかったね、うん、勇気ある決断。そうやね、次は車で挑戦してみたいと思います。はい、はい、それでは皆さん、はい、ごきげんよう。トンネル出てからもう一度、本日我々は、つい先日ですね、山頂直前で引き返した長老ヶ岳に今度は車でアプローチしております。はい、抱負を、今日の抱負をお願いします。抱負ちょろっと行ってさっさと帰る。ちょろっと行ってさっさと帰ると言ってます。ただ今日の最高気温もだいぶ高くなりそうなので、ちょっとね、体に気をつけながら。ただ林道が多いということなので、いい坂道練習になるのではないかと思っております。ヒューヒュー。目的地まであと15分ほどの場所です。ここでちょっとお手洗い行きつつ朝ごはんを食べたいと思います。お疲れ様でした。おはようございます皆さん、はい、時刻は、7時、49分になっております。今日はここじゃん、どこですかね。長老ヶ岳、長老ヶ岳登山道、登山道入り口に、今回は前回の失敗から、車でアプローチしました。はい、車ですね。弟に車を借りました。はい、前日の夜リュウちゃんが弟さんに車を借りてきてくれて、それで朝、5時半出発ですかね、はい、してやってまいりました。なんと片道3時間かかったのにね、2時間で来れましたね。はい、はい、で今日はここから、改めましてこんにちは、長老ヶ岳 3.5キロ、はい、今日こそは登頂したいと思っております。はい、それでは今日も元気に行ってみよう。おう、あ、書いてるわ、長老ヶ岳森林公園、うん、今日はなんか行けそうな気してきたぞ、うん、なあ、917m、いろんなお花が咲くんやね。めちゃめちゃよく整備された登山道です。同じ山に登ってるとは思えません。めっちゃ立派。
時刻は8時11分、はい、距離は 0.8 キロですね、はい、こんな立派な東屋があります。もうほんまに森林公園って感じの海だよね。こんなに整備されてる道があったんやビビるわ。 2.4 キロってあ、めっちゃ順調に来たね。ビビるわ。怖いね、どんな声。え、道やな、えらい。ほんまに綺麗な登山道。足元もふかふかして気持ちいいしね。いや、もう森林公園って言うだけあるわ。こんなにいい山やったんや。そうや。なあ、びっくりするわ。なんか結構登ってきたんですけど、いきなり街になったって感じですね。はい、いや、いい登山道でしたよ、ここまで。うまいな。ねえ、本当に山の良さを満喫できるようなね、うん、すごいいい山歩きだった。今はね、1時間経過して距離は 3.2 キロ、8時52分です。ここへ。お、来た。ちょっと、この間本当はここに到達するはずだったんですよ。どっから出てくんねん、ちょっと見して。神音の方面。そうそうそう。ほんまか、うん、ちょっと覗こう、うん、前はこっちの方から出てくる予定でしただいぶそれっぽいけどね、うん、はい、ここが目的地で合流したと、はい、この間のやり直しです。で、ここだよな、はい、めっちゃ綺麗な道ついてんね、うん、ここまで来たら楽勝やったやろけどな。そうや、これか、山頂直下でちょっと急なやつ。ああ。うわ、すごい。おお。うわ、すごい。やった。やった。見て、この立派な。六甲山よりちょっと低めですね。おお。超、ほらこれ。関西百名山は第78座長老ヶ岳、もう前回の登頂できなかった経験もあるからもうひとしおです喜び。見てください、この立派な山頂。すごいやん。あの村も標高が高いんやろな、そこそこ な、 せな、ね、すぐそこにある感じするけど、わ、いい山。本当にね、この気温が、下界は暑い中でもすごい爽やかな風が吹き抜けて涼しいです、うん、そこにとっても立派な東屋もあります。東屋もあります。ちょっと休憩しましょうかね、はい、9時9分、3.5 キロ、再出発です、はい、さらば長老ヶ岳、うん、いい眺めやし、暑すぎず本当気持ちいい風吹き抜けるいい山でした、うん、ここまで来る道も最高にいい 山道でした、うん、で、このままこっちに撮りたいと思います、はい。うまい。あ、車道が見えてきたぞ。おお。時刻は9時22分。距離は4キロです。はい。林道に出てきました。ここ結構な斜面やで、やっぱりこれ降りてきて、うん、そこにちょっと東屋と案内板があるので見たいと思います、はい、長老ヶ岳を訪ねる道やて
大層な道やな。こう降りてきたってことやろな。はい、うん、でちょっとこの近畿自然歩道、うわ虫がすごい、うん、長老ヶ岳を訪ねる道で訪ねてみたい。あと 4.4 キロとか言うてる。はい、はい、行ってみよう、行ってみよう。え、車道です。舗装路に出てきます。もしかして山道は今ので終わりなんですかね。多分終わりやで。おお、うん、ということはそうか、4キロほどの山道やったよね、うん、いや快適そのものやったよほんま、うん、前回のインパクトが強すぎてうんって感じやね。ああめちゃめちゃ涼しいんですよこの辺ね。9時40分 6.1 キロぐらいの地点です。すっごい涼しい。標高はどんぐらいかな、574m ですって。すごい涼しくてびっくり、気持ちいいです。はい、9時55分、距離は8キロジャスト、はい、あ、ここか、七色の樹木と権現谷、ここの150メートルの権現さん、なんか珍しい木があるらしい。そうなんや、行ってみよう、うん、ホドス集落一望、車で通り過ぎた時に、ああ見られへんかったわーと、あ、こっから見た方が見えるな。やっぱね、歩きは歩きの良さがあるよね。好きな時に足を止められる。時刻は10時28分、距離は 10.2 キロ一周してきました。はい、ああ、所要時間は2時間37分、はい、なんか前回の迷ってた時間より短いですね。もうなんかあれいいのっていうぐらいの快適の旅でしたね、はい、舗装路のトレーニングあり、あの素敵な登山道ありで、いやいい山でした。景色も良かったし、はい、いやちょっとお腹が空く間もなかったですよ。これから帰途に着きたいと思います。はい、お疲れ様。牛さんどうでした。なんかあっちまで終わったね。あっちまで終わったね。あれれって感じだったね、まあ、でも一生懸命走りました。はぁ、あ、はぁ、あ、って感じです。それでは皆さんまったね。
とかって書いてあったで。うん、ミルクも食べてみよう。